としお TV。 朝15日朝6時55分ご飯食べたので今日はまずは自転車を組み立てます。家探しをしますので、今からネットで調べた部屋に電話して聞いてみます。No answer. I'm just looking for the months. Do you have any like this type of apartment? Thank you. Yeah, good enough.No problem. All right. Yeah. I'm just stay at hotel right now, but I don't want to spend much more money for the hotel. That's why I'm stay a month. Just a month. At 10 o'clock.Yep. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Ah. 記憶までに2014年1月15日10時35分、今日は、サウスベンドの街を少し見てきて、寿司屋にあったジャパニーズレストランって書いてあったので、入ったら絶対日本人じゃない人が寿司屋をやっていて、あとはもう家探しに切磋琢磨してました。なかなか見つからなくて結構心が折れそうです。いやでもまあ大丈夫。もう旅のね始まりはもう毎度毎度こんな感じなんで、そんな感じかな。まあでもあれですね、やっぱ大変だなと思いますね。まあでもこれが私の選んだ道なので楽しみたいと思います。これもこれで早く家見つけて練習に集中できるように頑張ります。とりあえず元気です。健康バッチリ、ありがとう。としお TV。 どうも、元気でやってます。まあ正直言います、友達いないとやっぱ寂しいね。いやでも大丈夫、これが僕の選んだ道です。とりあえず早くチャリンコに乗って燃えたい。以上。